皆さんこんにちは、サルです。届きました。はい、今回はですね、おそらく初めてプロモーションになるんではないかなと思います。はい、商品はこれです。キャンプストーリーさんの焚き火台ですね。はい、これが届きました。もともと私の動画をご覧になったメーカーの方が概要欄を見てメールでご連絡いただいたんですね。紹介してほしいと。で、あまり企業案件ってお受けしてなかったんですね。とってもありがたいんですけど、本業がね、忙しくてできないっていうこともあるし、言ったら宣伝になるわけじゃないですか。で、宣伝させてもらった時に、もし何か悪い影響でも与えてしまったら、何でしょうね。そういうことがあると、こう、遊びでやってる私みたいなものが悪影響を与えちゃうのは怖いなというので、大体お受けしないんです。ただ今回はですね、お受けしました。なぜかっていうと、使ってみたいなっていうのがね、あったからです。はい。で、Amazon でね、扱ってる商品なので、アドレス教えていただいて、確認して、わ、これはちょっと面白いかなと思ったのが、こちらのキャンプストーリーの商品、焚き火台 PCX プラスというものになります。では、開けてみます。手触りの良いコットンのトートバッグが入ってまして、サイズが A4 よりは大きいんですけど、おそらく B4 ぐらいかな。ただね、その割には軽いんですよ。後で調べると、やっぱり1キロない感じです。では、取り出してみますね。はいはいはい、これです。特徴的なフレームが出てきました。このフレームはですね、焚き火台という感じではないんですよ。まあ私が勝手にそう感じてるだけではあるんですけど、例えばピコグリルのような焚き火台、あれだともっと細いフレームをなんかくるくる回しながら組み立てますよね。それとは別にキャプテンスタッグのスマートグリルみたいなやつだと V 型焚き火台っていうんですかね、折りたたんでるものを開いて交差してシャキーンって感じですよね。で、それに比較して今回のキャンプストーリーはこのフレームは一体っていう感じなんです。要はね、しっかりしてるんですね。ですから焚き火台としても使えますけど、これですね、焚き火台以外の使い方が相当できそうな気がしてます。あ、そうそう、もちろんこれは私の勝手な解釈なんで、そのつもりで見てください。だから私の理解としては、いろいろ使えるフレームが焚き火台としても使えるよっていう、そんな感覚で受け止めてます。一つあればいろんなことに使えそうなので、ちょっとそれをね、今回はご紹介してみようと思います。とは言ってもね、商品名が焚き火台ですので、まずは焚き火台としての機能からサクッと確認しておきます。こんな風にシャキーンって開くのって間違いなく魅力ですよね。やっぱりですね、フレームがしっかりしてるのが特徴的です。で、そこがですね、こういう風に U 型っていうんですかね、船型っていうんですかね、まっすぐじゃないんですよね。おそらく燃え方にも影響があると思うんですけど、沖が一番深いとこに溜まって、で、空気の流れを妨げないような、おそらくそんな燃え方するんじゃないかなと。これは実践が楽しみで、この S の字のような切り込みによって、おそらくですけど、こぼれる焚き火の光が面白い見え方をするんじゃないですかね。美しいですね。丈夫でね、良いステンレスだと思います。はい、こう倒してね、お世話畳めると、これもね、結構いいんじゃないですかね。汚れたままね、持って帰って家で洗おうなんていう時でもね、そのままギュッと押してしまえれば手が汚れないで済むので、なかなか考えられてるんじゃないかなと。はい、これ以上開かないようになってるのは、あそこの部分が当たってるからですね。とにかく頑丈です。で、スピットが2つついてまして。フレームがこんだけね、頑丈なんで、スピットじゃなくてね、もっとしっかりした五徳があってもいいかもしれませんね。大きなダッチオーブンなんかも、これ10キロまで乗せられるそうなんで、それに耐えうるね、五徳を後で試してみようと思います。
端から端まで36センチぐらいあるんですけど、内側、今スピットを乗せてるところだけだとね、25センチぐらいになります。この幅がね、18センチでした。だからまあ20センチ以上かな、まあ23、4センチあった方が安心ですけど、まあそれぐらいの網だったらね、使うことができそうです。で、これはですね、ひどこがあのステンレスの天板を位置を変えることで高さが変えられるっていうね、まあこれもちょっと変わってるのでやってみましょう。外すときね、最初硬いので、素手でやるとね、手を切ったらいけないので、手袋があった方が安心です。はい。こういうふうにね、縦に長いんですよね。ここが丸いんですよね。ピコグリルとは全く形が違いますね。どっちかっていうと、ダックノットとかに近い形状ですかね。ダックノットともまた違うと思いますけどね。フレームがね、なんせこう特徴的なんで、そこがオリジナルデザインというふうに書いてましたね。で、上につけるとこんな感じですね。一番上なので、ここにつけるとね、かなり浅い感じ。だから太い薪というよりは、小さい枝、落ちてる小枝をね、ポキポキ折って燃料代わりにしたい時なんかは、この上側につけるといいと思います。ね、最初これ、どうやってやったらいいかわかんなくてね、容量悪い感じでやってますけど、少し畳んだ状態でやればね、一発でできましたのでね、これは慣れが少し必要です。これだとね、スピットから下まで8センチでしたね。だから浅めのひどこっていう感じですよね。で、 V 型になってますから、こんな感じでね、はい、巻きでもさほど大きくないものだったらね、こんな風に入れることはできるんですけど、これは大きい巻きですね。まあ、ああいう向きで入れればね、V 字型とぴったりはまるんですけど、まあ、一層空気を塞ぎそうなんでね。空気塞がないようにしようと思うと、こんな風にね、ガタガタしちゃって、ダメですね、これはね。で、もう一度ね、下側の方に下ろしてみます。この深さで13センチ。さっきが8センチだったので、随分深くなったように見えます。で、2段あるので、より多くの燃料が入るっていうだけではなくって、火力調整ができそうですね。スピットを上側に置く場合と、下側に置く場合ですね。下の段にすると、キャンプ場で売ってるような薪3本でも普通に入ります。はい、スピットを使って、こういう風にね。スピットの幅は6センチぐらいでしたね。はい。あそこはかける場所ではないんですけど、ああいう使い方できて、このメカ感のある複雑なフレームがここから大活躍。2段のうち上の段にスピットを置くと、ひどこまでシェラカップ1個分ぐらいのね、隙間があります。5、6センチぐらいありますね。これはね、便利なんですよね。一旦天板を外して確認してみます。下が19センチで、上は18センチないぐらい。で、これダイソーのキッチントレー用水切り網、24センチあるので楽に乗りますね。しかもね、出っ張りがあるのでちょうど固定されて滑り落ちないようにできます。まあ、こういうものが使えると消耗品が100均で済むので便利で、同じようにキッチントレー、これも乗せられるので、これいろんな使い方ができますね。上の段だったら、例えばトーストを焼いたりするのにね、まあ直火だとすぐ焦げちゃうので、ステンレストレーに入れてね、焼くとか、下の段にトレーを置くとその上がオーブン代わりになるとかで、網はね、上に乗せることができますけど、この場合ね、上は25センチしかないので、それ以上大きいものはね、乗らない感じになります。下は35、6センチありましたんでね、広いですね。焚き火の炎でオーブン料理をしたいときは下の段が有効活用できます。これセリアのソロ用の網、これもちょうどいいですね。まあ、こういうものを使えばね、網焼きも可能です。これは同じセリアのスタンドロースター、これも、足がついてるね、網です。で、先ほどより少し大きい。このステンレス天板、外すことはね、外そうなんですけど、まあよっぽど綺麗に洗いたいときとかですかね。
で開くとこんな感じ。いいですね。調理をしながらでも横から巻きが出し入れできるかを確認してます。できますね。うん、このあたりがね、 V 型のあの焚き火台と違ってね、便利だなと思いますね。これだったらね、しっかりと巻きでもつかめるので、巻きの追加もやりやすい。ピザのようなものだったらね、ああいう網の上で焼いて、その網ごとトレーに入れて下の段で保温するとかね。これ調理が楽しそうな焚き火台です。薪が湿ってたりね、雪中キャンプで、まあ雪かぶってたりしたらね、あそこで待機させることで乾かすこともできそうです。4箇所のね、出っ張りが邪魔かなと思ったんですけど、まあこんな風にね、何かをね、引っ掛けるのに使えるので、それはそれでね、便利です。片付けるときは一回横に倒した方がね、ヒンジが硬い間はやりやすいです。収納するときはね、割と余裕があるので、今回使ったようなダイソーのね、トレーとか、網とか、火バサミまで含めてね、すべて入りました。はい。入ります。これそうなした。入ってきました。うん。いいんじゃないかな。この逆転仕様って何ですかね。これはやってみないと。ということで、もう一度ステンレス天板を外して、今まではね、上だったところを今度下にして置いてみます。こうすると下が2段になるんです。下側の2段目の段の方も地面から4、5センチ浮いてる状態にできます。で、こうすると、より広い網も置けるっていうこととか、火床までの距離は10センチぐらい。上の段にスピットを置いたときは、先ほどと火床までの距離はあまり変わらないんですけど、下の段に置くと、2倍ぐらいに広がりますのでね。弱火のオーブンとして使いたい場合なんかに、こういう風な使い方ができそうですね。トーストとかはね、この方が焦げずにね、安心して焼けそうですね。上の段で強火のオーブン、下の段だと弱火のオーブンみたいな、火床までの距離がだいぶ違うので、そういう使い分けもできそうです。これピザとか手作りパンとか焼いたら結構楽しそうですね。地面に接する部分がさっきと違ってくるので、地面が緩い場合とかはね、ちょっと気をつけないといけないかもしれませんね。まあこういう風にね、網を置けばテーブルになりますよね。これはね、ありですよね。これはね、ありじゃないですかね。さっきまではね、この上が一直線じゃなかったので、この方法はできなかったんですけど、上下逆にするとね、このテーブルが出来上がります。今使ってるね、三つ折りの網は何かのバーベキューグリルについてたやつなんで、キャンプストーリーの製品に付属はしてないんですけど、折りたたんだら収納ケースに一緒に入るので、こういうのがね、いいと思います。バーベキューグリル用のね、網として通販でも見つかると思います。焚き火じゃなくてね、アルストで運用してみます。まあ、がっつりね、火を燃やした後、アルストの揺らめく炎でね、コーヒータイムを過ごしたいなとか、そういう時なんかはね、こういう風に使えば便利そうですね。全然ありだと思いますよ。で、上につけた網は、高難で買ってきたね、足のついた網です。400円ぐらいだったかな。足を開いて、あそこにね、ぴったりはまります。安定感もあってね、これすごくいいです。やっぱフレームの骨がね、頑丈なので、安定感が出るんですよね。どういう形にしても。そこがね、大きい魅力かなと。これおそらくピコグリル型の焚き火台とか、V 型の焚き火台ではできないですもんね。マルチに使えるっていう結構ね、これいいと思います。やっぱり棚って便利ですよね。カップを置いておくとか、飲み終えたカップを逆さまにして、まあ水切って乾かしとくとか、
棚が多いっていうことはやっぱりね便利だと思います。動かないでね、一箇所に座ったままいろんなことができるっていうね、武将というか横着というか、まあそういう楽しみ方ができると思います。高難波はね、こんな風に足を折りたたんだり伸ばしたりして、で伸ばした状態だとここへカチンとはまります。まるで純正品のようです。アルストからの距離もね、確保できてちょうどいい感じですね。翌朝です。気温が20度で湿度が 33% とかね、まあ、そのぐらいの時ってね、本当に春のキャンプが楽しめますね。ごとくね、これはこれでいいんですけど、やっぱりね、どうすなら重たいものでもできるようにちょっと太いものをね置いてみようと思います。こんな風にね、とっても便利なんですよ。滑って落ちないしね。これもなんか純正品のようなね感じなんですけど、でこちらはキャプテンスタックのね、かまどスマートグリルの B5 用として売ってるごとく、こちらだとねかなり頑丈なんですね。なんせ10キロまで乗せれるんだったら、こういうもので乗せたいなと思いましたので試してみます。まさにぴったり。なんでしょうね、このぴったり感はですね、偶然なんですけどね。かまどスマートグリルの横棒を下にしてギュッと押し付ければカチンと入る。そういうね、まるで純正品です。まあ、非常によくできてますね、これね。いろんなキャンプ用品とね、相性の良いマルチラックだと思いますよ。反対側に置けばね、自由に動くし、こちらに置けば固定されるというね、面白いですね。で使い終わったシェラカップはあそこにかけとけるし、なんかね、何かと引っ掛けるのに便利なんですよね。意外と左右にああいう引っ掛けるところがあるっていうのは便利です。で持って運べる、これもね結構いいんですよね。やっぱりこの頑丈なフレームならではのね、ピコグリルとかスマートグリルではできないですもんね。持ちやすい場所がないですもんね。はい、ではね、ガスバーナーでやってみますが、これはね皆さんちょっと注意してほしいんですよね。というのもこんな風にね、鉄板を置いて調理すると輻射熱で下に熱がいくでしょ。だからね、OD 管が温められちゃったらいけないんで、やるなら慎重にやってください。実際これぐらいだったら全然問題はなかったんですけど、鉄板がもうちょっと大きかったらね、かなり輻射熱大きいと思うので、これはね慎重にやった方がいいです。では皆さん、いただきます。もちろん岩谷のシングルバーナーを使っている方もバッチリですね。名古屋人にとって緑茶のお供はウイローに限る。やっぱり五徳が頑丈っていうのはなんか安定感がいっていいですよね。まあそれだけ頑丈なフレームがないといけないんですけど、こちらの製品なら安心。一点だけ気に入らないことがあるんです。バリなんです。バリっていうのかな。このステンレスのフレームを止めてるっても稼働できるような止め方をしてる部分で、一箇所ね、飛び出てるものがあって、ここはね、ちょっと引っかかると危ないなっていう感じでした。ああいうね、飛び出たものっていうのは、うっかりとね、何かしてる時に引っかかってね、そのままビリビリっていっちゃったりね。やっぱあるんですよね。だからね、こういうのはね、まあ自分でね、簡単にヤスリで削れるので、手入れをしとった方が安心です。はい、全部綺麗になりました。これで安心。まあ安心っていうだけじゃなくてね、愛着も湧きますのでね、自分のギアに対してね。まあこういうメンテナンスを兼ねた手入れっていうのはね、キャンプ用品はやった方がいいです。